エルザレットゲームチャンネルへようこそ。今回はキルを取るためのエイム力の向上方法と注意点となります。トラストをずっと使ってますが、常に課題となってきたのがエイムです。どんなにメガホンやポイズンを駆使しても、立ち回りを変えても、キル不足というのが最終的な課題になってきます。そこで今回はキルを取るエイム力をつけるために、実際にやってきたことと練習法を次の順で紹介していきます。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずは感度の調整から話していきたいと思います。感度の調整としては、ジャイロとスティックの2種類がありますね。この2つは人によっては感度に差がある場合があります。このあたりは好みですが、個人的にはこのような考えで感度設定をするといいかなと思います。ジャイロに関しては敵にエイムを合わせる。なので微調整の操作となります。スティックに関してはマップを見たりするときに動かすので、大雑把な、大まかな操作というとこですね。このような考えとなります。ジャイロとスティックで役割が違うんですよね。ただ、これに関してはスティックで真横の調整をするという方もいますので、人によっては考え方が違います。で、この2つをそれぞれしっかり調整することは、後衛武器、トラストを使う上では重要なこととなります。まずはジャイロから考えていきたいところですが、手前にある2つの的を交互に打って当てれるようにしておきましょう。外側に大きくずれたら感度を 0.5 ずつ減らしていきます。内側なら感度を上げていくといいかと思います。で、このエイム練習の時なんですが、リズムよく当てれるのがいいので、チャージが終わったら打つというようにしてください。実戦に近いテンポで打つと調整の質が上がってきます。で、もう一つ、スティックの調整に関してですが、スティックだけでエイムが合わせれるか触ってみてください。この時にじっくり触るのではなく、スティックを弾くように調整するといいです。プレイスタイルにもよりますが、スティックで微調整をするってことはあまりないので、雑に動かしてなるべく合わせれるかが大事です。感覚としては、右見て合わせるっていうこの感覚に合うかどうかっていうところですね。で、これができれば、あとは感度は一定期間変えずに使い続けるようにしていきましょう。僕自身感度に関してですが、今の感度は半年以上変えずにプレイしています。変えすぎるとその度調整っていうのが難しいんですよね。感度も決まったと思いますので、実際に試し打ち上でエイム練習をしていきたいと思います。まず基本はこの狭い横幅で調整をします。これを問題なく当てれるようであれば、横に広げていきましょう。実際の試合では画面の端から端を狙うということが多いので、画面いっぱいに動かしてエイム練習ができるようなぐらいにするといいかなと思います。で、感度調整したばかりの時は慣れていないこともあるので、当たらなくてもそのまま続けてください。で、横に慣れてきたら今度は定規も入れてエイムを調整していきましょう。とにかくランダムに連続で当て続けるということが大事です。続いては場所を変えてエイム練習をしましょう。これは実戦を想定した高低差に対して慣れるためとなります。高低差があると、それだけ射程というものも変わってきます。直射によってズレも出てきますからね。なるべく直当てをしっかり狙えるようにしておきましょう。これで当たるようであれば、とりあえず感度の調整としては完了となります。とにかく慣れのための練習としてやっていきましょう。試し打ち上での練習について紹介をしてきましたが、注意したいことというのもあります。それはレティクルの反応によって当て感が変わるということです。トラストの特徴として局射がありますが、これを活用すると最大射程をスプラチャージャーまで伸ばすということが可能となります。で、この最大射程でキルを取るということがトラストとしてはかなり重要なため、練習する際はレティクルが反応しない最大射程で行うことが大事となります。これをしていないと、試し打ち上では当たるのに、試合では全く当たらないということが起きますので、しっかりと意識しましょう。
まあこれに関してなんですけど、リティクルが反応すると反応しないでは実はキル速度が全く違うんですよね。そういった遅延もありますので、まあ、それに慣れるっていうのもあります。ちなみにですが、最大射程を出すためには的よりもちょっと上を狙って撃つと距離が伸びますので試してみてください。気になる方は別の動画でも紹介してますので、よかったら概要欄から飛んでみてください。最後にですが、エイム練習において大事なことがあります。それは実践経験をたくさん積むこととなります。いろんな動画でエイムを上げる方法っていうのはたびたび上がっていますが、知り合いの上位意味プレイヤーはガチマをすることが大事と言ってます。大体上手いプレイヤーはこれを言いますね。というのも、試し打ち上はあくまで固定された相手なので、慣れてしまえばエイムを当てれるようになるんですよね。まあ、バッティングセンターとかのイメージするといいかなと思いますが、バッティングセンター打てるけど本物の球だと当たらないっていうのは、まあ、生きた敵なのかどうかっていうところが大事になるからです。では実践経験でしか得られないエイムの経験値について話していきたいと思います。1つ目はポジションからのエイムの向上です。これは後衛ポジションから攻撃をしっかり当てるためのエイムですね。後衛のポジションというのは高いところが基本ですが、その高さというのは全てのマップでバラバラとなっています。同じマップ内でも高さが違うため、当て感というのが常に変わるんですよね。この高さというのは試し打ち上では調整ができないため、培うことができない経験値となります。さらに相手が壁裏や段差に隠れていたりするので、そこを狙うとなると実戦でしか経験できない要素となってくるんですよね。このように試し打ち上では経験することができない要素が実戦にはたくさんあります。2つ目は逃げる相手を倒せる予測打ちが培われるという点です。トラストの攻撃は一発で倒せない場合、逃げられることが多くあります。この逃げる行動というのは向きやギアによって移動速度やルートも変わるため、対処の仕方が大きく変わるんですよね。そのためマップの理解をした上で、どこにエイムを置き攻撃するかによって倒せる度合いが変わります。この予測打ちというのは実戦で経験するしかなく、さらにマップ別に覚える必要があります。試し打ち上にはランダムに動くものはないですし、ましてや逃げ続けるマネキンっていうのもありませんよね。このことを考えると、取りこぼしを防ぐための練習というのは実戦でしか経験できない要素となります。3つ目はストレスを感じながらのエイム練習となります。このストレスというのは敵のインクを受けながらとなりますね。試し打ち上ではストレスなく無心でできるのがいいところですが、実戦では足場の状況や攻撃を受けたりと全然違います。こういったリスクがある中でエイムを合わせるというのはかなりのメンタルが必要になってきます。特に腕前が上がってくると敵のエイムも良くなるので、かなり大変なんですよね。そういった中でエイムを合わせることは難易度的にも難しいことです。メンタルに負担がある中で対面するのは全く違いますからね。緊張感を持った時ほど筋肉の硬直や悪い癖っていうのが出やすいので、経験値としてはとても大事なものとなります。という感じで、実戦での経験が試し打ち上では得られないものが多いのかなと思いますね。まあ他にもあるんですが、まあこれぐらいにしときたいと思います。試し打ち上ももちろん悪くはないんですが、できることに限りはありますので、実践もしっかりやってみましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。キルを取るためのエイム力の向上方法と注意点はいかがでしたでしょうか。今回はエイムについてお話をしましたが、初めて使った武器とかだと悩む部分ですよね。前衛の感度で後衛武器を持つということもあると思いますが、本格的に後衛武器を使うなら後衛用の調整はおすすめしたいなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。